はい、どうも、トラキチです。ちょっと緊急で今夜中にちょっと入ってきたニュースがあってですね、まあ動画撮ってるんですけども、阪神藤浪晋太郎投手が甲府のメジャー挑戦を目指すことが27日分かった。ポスティングシステムを使用して、大リーグ移籍を希望する。すでに球団には伝えており、シーズン終了をもってね、交渉に入るってことならしいんですけども、ちょっといきなりのことでね、ちょっとこの辺が胃が痛いというか、まあ阪神の中で今一番好きな選手なんでね、もちろん寂しいっていう、まあ移籍ってなったら寂しい気持ちもあるんやけども、まあ本人の夢なんでね、応援してあげたいっていう気持ちもあるし、あのメジャーリーグの舞台でバッタバタ三振取って、大谷選手と MVP 争いしてるっていう姿も見たいしさ、どうせ行くのであればね、あのワールドシリーズチャンピオンになってこいって、メジャーで MVP 取ってこいってね、サイヤング賞取ってこいっていうね、気持ちで送り出したいなと思うんやけど、ちょっともうなんかな、まあ、引退、まあ、能見さんやったり、福留さん、糸井さんとか、まあ、いろいろ引退やったやん。やったりとかも、ちょっとこの時期って本当にもう、胃が痛いというか、寂しいニュースもいっぱい入ってくるよな、マジでな。まあでも今年はね、藤浪投手の試合っていうのはね、開幕戦も含めて何試合も見れたんで、本当に嬉しかった。ファンとしてね、本当に嬉しかった。本当に嬉しかったです。このことに関してはね、本当どうなるかわからんけども、僕の気持ちを言いたい動画やんな。さっきも言ったけど、ファンとして夢を応援してあげたいなと思うんで、寂しいけど、まあメジャー移籍ってなったらね、サイヤング賞取ってこいっていう気持ちでね、送り出したいなと思います。どうなんねやろな、マジでな。あかん、泣きそうや。大阪桐蔭の時からね、もう大好きな選手やって、僕実は大阪桐蔭の2年生の時から藤浪投手好きやって、実を言うと、まあ東大阪大柏原高校にね、負けたわけですけども、涙、来年絶対帰ってこい、甲子園行けと思って、そっから僕大阪桐蔭が好きになって、まあ知ってる方は知ってると思うけど、僕高校野球大阪桐蔭大好きなんですよね。そっから大阪桐蔭好きになって、でまあその翌年春夏連覇ってことでね、でまあ阪神タイガースに好きな選手が入ってきてという、嬉しかったのを今でも覚えてる、あのドラフトね。まあその藤浪晋太郎選手が、まあいつかね、いつかもうメジャー行くと思ってた。高卒新人から3年連続2桁勝利、その時点で覚悟はしてた。早から遅からメジャー行くんやろうなってな、覚悟してたから、まあその時が来たんかなと思うし、まあね、どうせメジャー行くんやったらな、どうせメジャー行くんやったらな、バッタバタ三振取ってな、三役賞取ってこい、マジで。で、もうメジャーでやりきったと思ったら、最後阪神帰ってきてくれ。っていう思いっすね。まあどうなるかわからんけどね。まあもし残留とかだったり、あと1年契約して、1年契約で来年ポスティングとかっていう可能性もあるかもしれんし、どうなるか分からんけど、まあ阪神残るってなったらね、もちろん来年は僕ね、沢村賞取ってほしいと思ってね。来年は沢村賞目指してね、本当頑張ってほしいと思うし、まあ、残りシーズンね、 CS やったり、CS とか残りシーズンとか、シーズン勝ち上がったら CS もいけるし、CS 勝ち上がったら日本シリーズもいけるし、残りシーズンまだあるんでね、はい、なんとか、藤浪投手には残りシーズンもね、フル回転してもらって、僕の目にね、焼き付けたいなと思います。はい。これに関しては様々な意見あると思う。メジャー絶対行くな、阪神残ってくれって思ってる人もやろうし、夢を応援してあげたいって思ってる人も様々いてると思うんですけども、まあ僕は一ファンとして、藤浪投手がやっぱり一番、プレイしたいというか、
ていう夢というかね、応援してあげたいなっていうところが一番なんで、うん、どうなるか分からんけど、あの藤浪投手にとって最善な形でね、なれればいいかなと僕は思っております。まあ、阪神はね、基本的にはメジャーポスティング移籍というのはほぼほぼ認めてない球団やねんな。でまあ、ほぼほぼやね、ポスティングで移籍した前例とかもあったりするから、まあ、ほぼほぼとしか言われへんけど、まあ、井川投手とかも何年もこう寝かさられてっていうところもあったわけやから、うん、まあ、あの時ピッチャーいてなかったからっていうのもあるかもしれんけどな。本当にピッチャーおらんかった。でも今ピッチャーの層も厚いし、まあ、どうなるかは分からんけど、うん、まあ今後もね、藤浪投手についてね、どうなるか分からんけど、注目してね、見ていきたいなと思います。はい、どんな形になれ、俺は慎太郎の味方や。